アルフレッド・ウィリアム・パーソンズは、イギリスの水彩画家、挿絵画家、演芸家である。サマセットのフルームに近い、ベッキング店に生まれた。父親は、医者で、熱心な鉱山植物の愛好家で、有名な造援家、ウィリアム・ロビンソンと手紙のやり取りをしていた人物である。学校を卒業した後、1867年から、郵便局の事務職となるが、2年後仕事を辞めて、 ケンジントンの美術学校で学び始め、展覧会に出展するようになった。1874年からロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に毎年出展した。1897年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれ、1911年に正会員となった。1905年にイギリス水彩画家協会の会長になった。風景画家として、 イギリスの風景を描いたが、1892年に、日本を訪れ、早春から晩秋まで滞在し、長崎から関西などを旅し、水彩画を描いた。旅行記、ノーツインジャパンを出版した。挿絵画家、植物画家としては、ウィリアム・ロビンソンの著書、ザワイルド・ガーデンに挿絵を描き、有名な演芸家、エレン・ウィルモットの著書、ザ・ジーナス・ローザの植物画を描いた。 ありがとうございます。